はい、というわけで今日は岩国市のこのうどん自販機のねお店にやってきたわけですけど、ちょっと前までね浸水したんですよね。で自販機が壊れてみたいな感じになったんですけど、今日来ると、まあ、復活というか普通に稼働しておりました。まあいろいろ大変だったと思うんですけど、ぜひ皆さん興味あったら行ってみてください。まあ、昔は多分いろいろ提供してたんでしょうね。いい雰囲気でございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。